はい、こんにちは、久保田久之です。おっとりな女性でもしっかりと起業できる、おっとり女企業コンサルタントをしております。今日はですね、ブログのタイトル法について考えてみたいと思います。ブログをね、書いてる方も多いと思うんですけれども、ブログのタイトルを少し変えてみるだけで、あなたのアクセス、ブログのアクセス数がアップしたりですね、あなたのファンが増えるかもしれない。で、簡単にそれがもしできるのであれば、ぜひね、知ってみたいと思いませんか？今日はですね、そんな、ブログ改善法5つをですね、ピックアップしてアドバイスさせていただきたいと思っております。まずですね、わかりやすく見ていただくために、画面をですね、共有してみたいと思います。よいしょ。はい、見えてますか？どうしても記事が読みたくなるブログタイトル改善法ですね。で、5つあるんですけども、順番にご説明していきます。まず1つ目ですね、数字を入れるということですね。これ、よくね、ありますよね。で、私が書いた記事のところからもですね、例として抜粋させてもらっております。決断と選択を早くする力を身につけるための5つの習慣。これ、7つの習慣のパクリみたいですけども、5つとか3つとか4つとかね、よくありますよね。で、例えば3つの大切なことだとか、たった1つのどうしても伝えたいことですとか、そういった数字を使うとですね、人は、興味が増したりですね、より見てみたいっていうふうな気持ちになります。で、これは簡単にですね、できることの一つでもありますので、ぜひあなたの記事のタイトルでもですね、数字を入れるということを意識してみてもらえます。ただいいかなと思います。では2つ目ですね、〇〇〇を入れる。これはですね、文字を隠してみるとですね。で、これも例に挙げてますけども、私の前世は〇〇でした。だから私は。で、〇〇と隠すと、なんかすごく気になりませんか？はい。これ人はですね、隠されれば隠されるほど見たくなるものでして、で、よりですね、興味が増してくるんですよね。なので、ぜひこれもですね、別に〇〇でなくても、三角三角でもいいんですけども、ぜひ言葉を隠すということですね。やってみていただくのはいいかもしれないですね。では3つ目ですね。ハテナマーク、クエスチョンマークですね。をつけて問いかけるということですね。これも例に書いています。売れないのを集客のせいにしていませんか？ね。で、例えば、丸々しなくて大丈夫ですか？とか、こんなお悩みありませんか？ですとか。で、こういった形でですね、読者の方に呼びかけてみるということですね。そうすると、読んでる方もですね、自分ごとのように捉えていただくことになりますので、これもぜひ使ってみてください。で、4つ目ですね、悔しさ、怒り、涙など、強い感情表現を書くということですね。これも私の記事のタイトルからなんですけども、あの時の泣き出しそうな悔しさがあるからこそ。まあ、これもですね、アクセス数がすごく高かったものなんですけども、他にですね、すれ違う人が振り返るほど泣きながら歩いた日ですとか、涙ですとか、まあ、悔しさ、怒りを表すような言葉を書くことによって、よりインパクトが湧いてくるんですね。で、より、これどういうことかな、何があったのかなって気になりますよね。なので、ぜひこれもやってみてください。で、5つ目。最後の5つ目はちょっとですね、敷居が高いというか、世間一般や業界内で言われている常識の逆を書くということですね。これは私の記事に書いたんですけども、目標を掲げることが重要ではない。よくね、目標を掲げなさいとかって言われることが多いかと思うんですけども、重要ではないですよということを書いていました。で、これ、次はですね、第一印象は3秒で決まるってよく言われているかと思うんですけど、逆を言ったらどうか。3秒では決まらないとか。3秒どころか 0.5 秒で決まってしまいますよとか、一般的に言われていることのですね、逆を書いてみると、よりインパクトが生まれますし、まあ、そんなタイトルであればね、誰もが気になってしまいますよね。はい、以上5つをピックアップしてみました。いかがでしたでしょうか。ブログを書く際ですね、それをアップする直前にですね、一旦少し考えてみてください。本当にこのタイトル、読者さんにとってどうしても読みたくなるような、思わずクリックしたくなるような、そんなタイトルになっていますでしょうか。もしね、そこに自信がないようであれば、アップする前に、ちょっとこの改善法5つの
いずれかの方法でブログタイトルを変更できないかどうか考えてみてください。特に1、2と3は記事の内容を変更しなくても割と簡単にね、タイトルだけ変更することもできますので、それだけで少しでも多くの人にブログを見てもらえることになるのであれば、今日のお話少しでも意識してもらえると嬉しいです。はい、今日はブログのタイトル改善法5つをご紹介させていただきました。あなたのビジネスと人生が少しでもプラスになる情報をお届けしております。ホットリオンライン企業コンサルタント久保田空気のクーチャンネル、よろしかったらチャンネル登録の方もお待ちしております。では今日もありがとうございました。ではまた失礼いたします。